すみません、ありがとうございます。あれはちょっと打たれると怖いんですけどもあれはすいません。さあ、そして福島商店街の村さんの皆さんも来てくれてます。まずは、いやすごいですね、いろいろな商店街が並んでますね。あそこら辺にハッピーロード大山商店街とかが出てますね。その各々の商店街がこう店を出してるっていう感じみたいですね。あとはこういうクイズラリーとかもあるみたいですね。いやー、子供連れとかいっぱいいますね。子供たちみんなでこう楽しみに来てるって感じなんですかね。商店街、梅屋敷商店街がある。ハッピーロード大山商店街の取れたて村ですね。あ、すみません、これ撮ってもよかったですか。あ、どうぞ大丈夫です、はい、フロンティアさんですはい、あの、マシナノ屋ってわかるかもしれないですけど、あ、結構ハッピーロードから来ましたよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの商店街が運営している、はい、全国ふるさとふれあいショップとれたて村ってんですけど、はい、いろんな市町村から仕入れたものを物産品として売ってます。で最近だと、あのちょっと商店街のイベントで、はい、VTuber さんとコラボして、商品をコラボ商品にしたりとかしてアンバサダーも務めていただいてるんですよ。お、かわいいですね。なんか YouTuber とかはね、皆さん知ってる VTuber さんっていうのこういうこの方なんですけど、はい、私のがネリンさんということと相談しながらこういうコラボメニューを用意して販売してます。あ、そうなんですね。これ商品も出されてるって、はい、商品は、まあ、取れたて村で販売しているものと、はい、の VTuber さんがコラボしてこういうセットにして販売するという形になってますね。あ、なるほど、はい、これ結構商店街の方だとこの VTuber よく 見る機会があるって感じなんですか。商店街の中にはいらっしゃらないんですけど、はい、あの SNS、YouTube とかそういうところでやってる方の、その取れたて村のアンバサダーになりたい人を募集して、うん、何十人かの人で競い合っていただいて、うん、立ち取ったのがこの北島のメンで、10月11月と2ヶ月間アンバサダーを務めるというイベントになってます。このキャラクターの結構なんかファンとかもいそうですね。そうですね、あの結構その方のファンとかも取れたて村に足を運んでくださったり、はい、もしかしたら今日明日で来てくださるかもしれないです。はい、すごいですね。本当いろんな商品があるんです。はい、ぜひ。あ、いいです。いろんな市町村があります。あ、ちょっと見させてもらいます。はい、あります。いろんな商品がありますよ。銀座商店街もありますね。港南銀座商店街、すごい目立った方がいますね。いいと思うよ。あ、すいません、はい、あの今ちょっと許可をもらってインタビューを少しだけ、はい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 、あの撮らせてもらってもいいですか。お、来ました。待ってました。はい、はい、はいはいはい。ちょっとなんかすごいあの、金で目立ってたんで。あ、本当ですか。はい、まあ、方南町のカラーがね、もう明るくということで黄色ベースに、まあ、黄色ね、はい、港南銀座っていうのがこの金とかイメージされてる感じですか。テーマから違ってたら多分訂正されてしまいます。私が勝手に名乗ってるだけですけど、どっちかっていうと私がこう金色でこう押してたら、ちょっとなんか黄色のね、ビールベースのイエローの、まあ、港南、これ一番代表 の港南グッドエールっていう一番最初に作った一番ベーシックのクラフトビールなんですけども、うん、はい、まあ、それがちょっと黄色をイメージしてるんで、
あ、なるほど、はい、じゃあ方南町のこのビールが結構押し出してる商品。そうですね、今年4月から始めまして、はい、商店街の中に、はい、この、まあ、これが商店街の通りなんですけども、はい、そちらのこの中に醸造所がありまして、はい、で障害のある方とかが、まあ、働ける環境をという福祉施設の方と商店街でやり始めたっていう。へー、なんかおしゃれですね、このなんかパッケージとか。そうですよね、はい、まあ、ちょっと少しそのまあ、今風じゃないですけどね、はい、若い人たちにもちょっと知ってもらえるようにっていう形でこのデザインになっているという。次長、新井さん、もう新井さんを取りに来てます。いやいや、商店街のボスでございます。あ、そうですか、あの商店街散歩っていうちょっと YouTube で商店街の動画とかアップしてるものでして、このビールを、ね、作ろうっていうのを全部こう、ね、承認していただいたとか、全て始まりはこの男でございます。あ、そうなんですね、新井さんでございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、地ビールっていうか商店街で作ってるところ結構いっぱいあるんですけど、はい、うちのちょっと違うところは、まあ、商店街が東京都とか杉山の補助金を使って、はい、設備を作ってで働いてもらうのは僕たちでちょっと普段仕事してもできないんで、うん、いつもイベントと一緒にやってた福祉の方に相談して、はい、福祉の方が利用者さんに働いてもらう場所として提供してると、うん、ですからまだ4月から始まって7ヶ月か8ヶ月なので、実際ビール作ってるのはプロの方なんですけど、はい、ゆくゆくはその障害者のある方がマイスターになってビールを作るというのが目的です。ですから商店街としては話題になったりとか、はい、ちょっと一つの遠い駅から来てもらったりとかというのが目的だし、商店福祉の方は働く場所もできていいかなと。へ、はい、あ、そういう、ですから、うん、大儲けしようっていう考えはないんで、はい、家賃が払えればいいかなみたいな。実際この設備はもうもっとすごいんです。あ、いいですね。もっともっといろいろな方が働けたり、ラベル貼りしかできない方もいるし、はい、接客する方もいるし、これから午後からそういう方も来るんですけど、はい、そういう方も一緒に働いて、うん、ゆくゆくはそのビールのマイスターも作るのが目的だけど、はい、商店街で例えば、八百屋さんが明日ちょっと結婚式行かなきゃいけないから2時間ぐらい空いてるから誰か手伝ってっていう時に、はい、そこに相談して来てもらう、そういう関係になりたいなと。ぜひ、すいません、はい、なんかいろいろありがとうございま す。失礼します。どうぞビール作っております。いいですね、なんか障害者も働ける場を作ってあげるっていうコンセプトでビールを作ってるっていう、なかなか素敵なコンセプトですね。なんかそういう思いが詰まったお店というか、まあ商店街の方がたくさんいるんでしょうね。なんかご当地キャラみたいなステージやってますね。一番左にいるのハッピーロード大山商店街のキューティーパイさんですかね。あとなんか緑のレンジャーみたいな、多分朝から並んで待ってた人はみんなこのステージ見に来たりとか、まあ、されてるんだなと思いますね。東京都議会議長のご挨拶を申し上げます。大東京商店街祭りが本日、さあ、それではこの後も大東京商店街祭り存分にお楽しみください。マスクつけてるな、ちょっと外してほしかったですね。そうですよね、本当に、うん、皆様マスクを外していただいてよろしいでしょうか。大輔お兄さん、ほら、大輔お兄さん、大輔お兄さんだよ、ほら大輔お兄さん、それでは署名をお願いいたします。
お、キャラクターが帰ってくる。よかったですね、マスク。ねえ、本当です。また喋って欲しかった。あはい、それでは皆様、ご正面をお願いいたします。ありがとうございます。それでは以上で、セッションは終了とさせていただきます。ありがとうございます。大好きお兄さん、リサお姉さん。朝出来たてのお席とどら焼きいかがでしょうか。秋限定の栗が入っているどら焼き。小豆茶って小豆の、はい、あの粒みたいのも入ってる。あ、こちら小豆の粒は入ってないんです。あ、小豆を炙ってで中の成分出してこう飲んでも甘くないんですね。あ、なるほど。お汁粉みたいなあれではないよ。そうなんです。あの要はウーロン茶のような形でこうあのなんだろう、豆のようにこちらの方を使ってで、あの甘みがなく飲み口爽やかな感じになってます。なるほど、はい、おなんか気になりますね。あ、はい、ぜひあの美肌効果とかもあるんで。あ、そうですか。飲んでみるとハマるかもしれないので、ぜひ、はい、召し上がりいただいて、でもなかなか見られないと思うんですけど、和菓子とかともすごい相性ぴったりなので。あ、そうですか、はい。ちょっと気になります。あの、はい、ちょっと後でやってみようかなと思います。150円ですので。あ、ありがとうございます。お待ちしてます。撮影お疲れ様です。ありがとうございます。すごい。開演から30分ぐらい経ったのかなって感じなんですけど、本当に続々と人が集まってますね。いや、すごいイベントだな、これ。みんなどこで見てきてるんだろう。なんか電車の広告、あの CM みたいな、そういうのでもやってたみたいなんで、まあ、どこかしらでこう見てみんな来てるんでしょうね。ちょっと個人的にあのキャラクターが気になるんですよね。なんていうキャラクターなんだろうな。なんか商店街のキャラクターなのかな。ちょっと気になるところだな、これは。あ、すみません、こんにちは。あ、ちょっと今動画撮らせてもらってるんですけど、はい、大丈夫ですかね。大丈夫です、はい。このキャラクターっていうのはこの商店街のキャラクターなんですか。商店街ではなくてですね、はい、あのこのキャラクター自体は、はい、新宿謎解きワールドタウンという、はい、あの謎解き企画でのキャラクターなんですよ。あ、なるほど。なので、これお客様はお申し込みいただくんですけど、はい、これあのミキっていうんですが、はい、このミキと一緒にですね、スマートフォンで、はい、新宿の街を周遊していただいて、はい、で謎を解いていくっていう。面白い。街の中にあの謎があるんですね、はいはい。で3つのエリア設定してまして、はい、大久保のエリアと新宿駅周辺のエリアと、はい、神楽坂エリアをそれぞれね、あの12月の11日までに何回分けても結構ですので、はい、行っていただいて謎を解いていただいて抽選していただく、そういうあのゲームなんですね。なるほど、はい。これが町の中にあるんですか。そうなんです。町の中に町の中 の例えば看板とか、はい、あとその文化的建造物が謎になってまして。なるほど。それをこうキットって言うんですけど、これが、ね、あの商品なんですけど、はい、このキットの中で謎がそれぞれありますので、はい、このミキと一緒に解いていただくという形の、まあ、ゲームなんですね。です。このゲームの、メインのキャラクターがミキです。じゃあ、はい、今回のイベントだけに編み出されたキャラクター。そうですね。ただ今後もね、いろんなイベントでこの、ミキはね、はい、登場すると思いますんで、今回初めてなんですけど、はいはいはい。いや、すごいなんかしっかりもうなんか設定まで作ってありそうなキャラクターだったんで。そうですね、はい、今後いろんなね、ストーリーで出てくる可能性はね、うん、あるなと思ってます。あ、はい、なるほど、はい。いや、ちょっと興味深いですね、これは。ありがとうございます。はい、なんかちょっと面白そうなイベントなんで、ちょっと見かけたら、はい、謎解きしてみようかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。街の中にクイズがあって、それを解いていくみたいなコンセプトだったんですけど、面白そうですね。全然知らなかったな。で、キャラクター、
ミキっていうらしいんですけど、ちょっとあのミクっぽくてね、なんかそういうコンセプトなのかなみたいな。あ、キューティーパイマイさんですね。ああ、ご本人が来てるわ。チャオチャオ、頑張ってね。お、すごいいっぱいある。君たちに聖火ノートから嬉しいお知らせ。おまけシールについてる応募券をハガキに貼って送ってください。面白巾着袋が当たります。面白くって楽しくって当たってよかったです。聖火ノート。おしなり商店街のおしなり福音グッズ。これがおしなりくんのやつですね。なんか後ろ向きでこっち見てるキャラクターってなかなか珍しいですね。これはなんだ、これは緑の東京タワーか。と撮らせてもらってもいいですか。もちろんもちろん。ポーズがないですね。直立しか。直立しかあれですか。自分これしかないんですけど。あ、なるほど。大丈夫ですか。大丈夫です。ありがとうございます。あの方南町の方でよく、はい、あの働活動されてる方です。方南町駅にいます。あ、どんな活動されてるんですか。あの方南町駅がもともとエレベーターエスカレーターなかったので、はい、階段しかなかったんですけど、そこであの名前の通りなんですけど、ベビーカーを下ろしたり荷物運んだり、はい、駅に立って下まで下ろしますよという活動を。おお、めっちゃ福祉な活動されてるんですね。はい。あの、ありがとうございます。ぜひ方南町来た際に下ろさせてください。方南町行ったらあのぜひ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これからも活動よろしくお願いします。ありがとうございます。あります。いただきます。いや、大東京商店街祭り、参加してみたんですけども、人がいっぱいいて、まあ、かなりの来場者がいるような気がしましたね。この中央の一帯だけで本当にすごい人の数でした。あのこの周りにもなんかいくつかキッチンカーとかであの商店街の方たちが食べ物だったりいろいろ出してるそうなんですが、まあ、そっちの方はちょっとこの後行ってみようかなと思います。動画に関してはここで終わりたいと思います。はい、インタビューに答えてくれた商店街の方々どうもありがとうございました。それではこの辺で終わりたいと思います。また次の商店街でお会いしましょう。それでは。
ご覧のスポンサーの提供でお送りしています。